皆さんこんにちは、いつもほのぼの茨城チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、おかげさまで登録者数が大台の50人に達成しまして、まあ何か残したくて今回、動画でですねアップさせていただいております。まあ、茨城県もですね緊急事態宣言で9月の12日まで、まあ、自粛ということで、まあ、やむを得ない一人ランチ、まあ、他はですね極力自粛して、ただそんな中でも自分の好きな外食産業に貢献したくてですね、何かの役に立てればと思って配信を続けております。まあコロナでですねいろいろこう影響を受けている方、大変な方、いらっしゃると思います。なんかみんなでですねこう盛り上げるじゃないですけど、明るく前向きに、日々過ごせればと思いながら生活してます。まあ自分に負荷がな負担なく長く楽しく続けられるように今のチャンネルをまあ開設しましたので、最近はですねコメントなんかもいただいてすごくありがたく、感動ばかりしてます。今後ともこのチャンネルをよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。